ジャレット・リン・コザートは、アメリカ合衆国、テキサス州ガルベストン軍、リーグ式出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。祖父は、シカゴ・カブスなどで、プレー経験のあるエド・ド・ネリーである。聖の、コザートは、正しくは、コザートと濁らない。2008年の MLB ドラフト38巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、8月15日に入団。2009年は、 ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズで7試合に登板して2勝2敗、防御率2.22だった。2010年は A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレー。14試合に登板して7勝3敗、防御率3.79だった。2011年は開幕を A 級クリアウォータースレッシャーズで迎え、20試合に登板して9勝8敗、防御率3.92だった。 ヒューストンアストロズ時代2011年7月29日に、ハンター・ペンスとのトレードで、ジョン・シングルトン、ジョシュ・ゼイド、ドミンゴ・サンタナと共にヒューストンアストロズへ移籍した。この年アストロズ参加では、AA 級コーパス・クリスティ・フックスで7試合に登板し1勝2敗、防御率4.71の成績を残した。2012年は、AA 級コーパス・クリスティで開幕を迎え、5月に、 トリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ昇格。トリプル A 級オクラホマシティでは6試合に登板して1勝2敗、防御率2.60だった。11月20日に40人ワーク入りを果たした。2013年は開幕をトリプル A 級オクラホマシティで迎え、18試合に登板。7勝4敗、防御率3.29だった。7月11日に、 メジャー初昇格を果たし、7月12日のタンパベイレーズ戦で先発起用されメジャーデビュー。8回を投げにアンダム失点3死球に脱三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年は10試合に先発として登板し1勝1敗、防御率1.95だった。2014年2月10日、ジャスティン・ビーバーについて同性愛部別の言葉で侮辱したツイートを、 元チームメイトのタイソン・ギリーズに向けて送ったことが問題となり公式サイトで謝罪した。マイアミ・マーリンズ時代2014年7月31日にジェイク・マリスニック、コリン・モラン、フランシス・マルテスとのトレードでエンリケ・ヘルナンデス、オースティン・ウェイツと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。2015年3月に賭博に関わったとされる内容を自身のツイッターでツイートし、 MLB 側が調査した。自身も公式ツイッターアカウントを消去した。4月4日に野球関連の賭博証拠は見つからなかったものの、違法な賭博に関わったとして罰金を課せられた。レギュラーシーズンでは14試合に登板し、うち13試合を先発で投げた。だが、6 9 2三イニングで10本塁打を浴びて、防御率は自己アーストの4.52で、 二勝五敗と負け越した。収穫としては、脱三振率で、自己ベストの6.1をマークしたのがある。2016年7月29日、アンドリュー・キャッシュナー、コリン・レー、タイロン・ゲレーロとの交換トレードで、カーター・ギャップス、ルイス・カスティーヨ、ジョシュネーラーと共にサンディエゴ・パドレスに移籍した。2017年10月30日に、FA となった。ありがとうございます。